はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、シャルロッカ、ね、飲んでいきたいと思います。ズブロッカの、アップルジュース割りみたいな感じですね。ズブロッカを 45ml 加えて、そして、アップルジュース、100% のアップルジュースを適量、ね、加えまして、出来上がりと。簡単ですね。うん。ね、じゃあ乾杯。うん、これ美味しい。ちょっとこのアップルジュース、ちょっと、安物で98円ぐらいで買ったやつなんですけど、美味しいですね。あら、これ美味しいわ。あ、これシャルロッカうまいな。あら、これ美味しいぞ。どうやらですね、このシャルロッカ、まあ、先ほど、ズブロッカの4つ目のカクテルの、ね、サイトというか動画見たんですけど、それではまあ、ズブロッカってポーランドのお酒なんですけど、アップルジュースがポーランドでは名産なんで、よく、このね、カクテルをよく飲まれてるらしいです。うん。これ美味しいです。うん。これはね、よく、特徴、このズブロッカの、桜餅のような香りが非常に、ね、なんていうのよく、感じられる。うん、すっごい。なんかアップルジュースが引き立ててる感じですね。その、ズブロッカの、桜餅の香りを、すっごいしますね。桜餅の。うん。そしてなおかつこのリンゴの、ほのかに甘い。そして飲みやすい。リンゴジュースの、なんか、美味しさと、それに桜餅の香りが加わって非常に美味しいです。これ美味しいな。うん。あら、これ美味しいわ。これぞカクテルって感じ。うん。あのね、まあ前も言ったんですけど、なんていうかな、その、カクテルってその、ね、やっぱり、例えば、これだったら、ズブロッカと、アップルジュースの、まあ、カクテルなんで、ね、じゃあ、ズブロッカプラスアップルジュースの香り、でね、味みたいな。それを混ぜた味ですねっていうカクテルはダメなんですよ。やっぱり。うん、これの場合で言うと、ズブロッカをストレートで飲んだ時より、香りがね、非常にね、なんか引き立ってる。うん。これは、
でもアップルタイザーもちょっと欲しいですね。以前飲んだんだけど動画捨てちゃったから。ね。ズブロッカ4に対してアップルジュース6くらいの割合が美味しいと言われています。へぇー。シャルロッカというのね。これちょっとおかしいですけど。4対6。これ2対3でもよくねって。4対6と2対3と同じでしょ。なんでこれわざわざこの人は4対6って言ったんですかね。これなんかあの、ヤフー知恵袋にあるんですけど。ズブロッカとアップルジュースを4対6で割ったシャルロッカというカクテルの名前の由来をどこを探しても見つかりません。どなたかわかる方いらっしゃいますか?それのベストアンサーが、ズブロッカはポーランドのお酒です。日本では冷凍庫に入れて冷やし、ストレートやヨロック、もしくはトニック割りで飲むことが多いのですが、ポーランドではシャルロッカ、もしくはワイルドアップルと呼ばれるアップルジュース 100% で割る飲み方がポピュラーです。この場合はズブロッカ4に対してアップルジュースは6くらいの割合が美味しいと。じゃあちょっとそれで飲んでみようか。ズブロッカ、まあ、2に対して3ですから。ズブロッカを、45入れて、アップルジュースを、あ、やべ、こぼれた。普通にこぼれた。まあいいや。アップルジュースを、2対3だから、まあ感覚としては、2対3だから、これの今のやつの半分ぐらいで。こんなもんかな。めっちゃこぼれた。いやーほんと寒くなりましたね、ほんとに。どうでもいいけど。ね。もう今、あれですよ。あれ着てますよ。ジャンパー。ジャンパー着てますか?はい。いや、美味しいですよ、これは。うん。どうでもいいけど。それでは、乾杯。あ!これは!ああ、でも、どぎついですね、結構。さっきよりだいぶ、ズブロッカ感が、ものすごくなった。個人的にちょっとこれは、これよかアップルジュースもうちょっと足した方が美味しいな。もうズブロッカもなくなっちゃうんですけど。あとこれしかねえんだけど。ズブロッカあれですからね。容量 500ml ですからね。少ないんですよ。あと1杯分ぐらいしかない。
やば。ズブロッカちょっと高いんですよね。500ml だから。うん。普通ほら、カクテルって、カクテルじゃねえや。スピリッツとかって、700ml 入ってるんですけど。これちょっと少ないですよね。うん。ね。うん。あ、これ美味しいわ。あら、これ美味しいわ。うん。やっぱトロピカーナが良かったか。これしかなかったんだよ、アップルジュース。ね。アップルジュースがね、他のオレンジジュースとかはね、トロピカーナとかであったんだけどさ。まあ、トロピカーナ200円もするもん、高いよ。やっぱり、150円ぐらいの、なんだ。ね。あるっしょ。忘れたけど。逆にトロピカーナはね、なんか、無駄に果汁が、なんか、あって、うん。なんていうかな、こうさ、果肉感があるでしょ。あれ、果肉が入ってるからさ、ちょっと嫌なんだよね。うん。700ml のズブロッカと、タイザーとアップルタイザー。2本セット。999円だって。川内屋。川内屋、楽天のやつか。あ、昔の、あれ、ズブロッカは、700ml だったんですね。決まるところ。ええー、ズブロッカ660円だってこれ。安っ。500ml に下がったから安くなったのか。俺だってズブロッカ1000円ぐらいで買ったもんな、これ 500ml のやつ。あらー、ここ安いわ。でも送料が390円かかるから意味ねえし。ね。ああ。送料かかるんだけど意味ねえだろ。まあでもズブロッカってあんま売ってないですからね、これね。割とほら、酒屋でも、まあ、うん。どうなのかな？ごめん、わかんないけど。まあ、メジャーではあるとは思うんだけど、売ってないとこは売ってないですからね。あ、売ってない酒屋っていうほども、まあ、まあないと思うけどな。まあ、少なくともスーパーとかに売ってないです。ほぼ間違いなく。うん。そこまでメジャーではないから。やっぱ酒屋、ちゃんとした酒屋じゃないと売ってないでしょうね。これは。間違いなく。スーパーだと、うん。まあ、スーパーとかはほら、ね、ウォッカ、一般的なズブロッカじゃなく、なんだ、アブソルートウォッカとか、
そこら辺は売ってるとは思うんですけど。ね。また今度ズブロッカ買ってこようか。美味しいですね、これ。多分俺ズブロッカで一番美味しいと思うわ、これ。ズブロッカのカクテルの中で、今まで飲んだ中で一番うまいな。シャルロッカ。これうまいわ。これは、正直最近飲んだ中で一番うまいわ。いろいろ酒飲んできたけど。最近飲んだ酒で、多分一番うまいな。ここまでこの、ね、桜餅のこの、香りを、こう、ぶわーっと、ね。出てる。あれも珍しい。カクテルでここまで引き立つとは、珍しい。うん。これは珍しい。まあ俺関係ないけど、よく俺が、よくってほどでもないけど、ね、基本的にこういう栄で買うんですけど、まあネットで買う場合はやっぱり格安っていうサイトがあるんで、そこがね、2500円以上買うと送料無料ですから、やっぱりいくら以上買うと送料無料っていうパターンのやつはやっぱり使いやすいですよね。うん。あ、でもやっぱズブロッカーはあれだわ。990円だもんな。高いよな、ズブロッカー。500ml なのにさ、普通さ、スピリッツって 750ml とかな。ね、700ml とかが多いんですけど、基本的に750が多いかな。うん。これなのに990円だもんな、500ml で。まあでもこの格安というサイトはね、いいですよ。基本的にね、種類が豊富なんで、うん。結構何でも売ってたりする。このさ、このズブロッカのさ、このズブロッカソーだっけ？なんとかそうが気になる。この、ダメ、取れない。まあ、いいか。この葉っぱ。中に葉っぱが入ってるんですよ。葉っぱつうか、茎かな。葉っぱの、その植物の茎が入ってるんですけど。それの味がちょっと知りたかったんだけど。まあ、いいか。取れそうに。そして、まあいいか、これ。ちょっと、ロックでいただくか。うん。でもやっぱりね、ストレートで飲むっていうか、ロックで飲むんだよか、絶対、シャルロッカで飲んだ方が、ね、桜餅の香りがものすごいですね。はあ、面白いもんだわ。
なるほどね。格安は本当にね、いろいろね、あるんですよね。本当に。マイナーなやつとか、お酒とかも結構あったりして。あれも。ロックでズブロッカーを飲むのも、でもまあでもなーって感じか。なんかで割った方が美味しいかな。ズブロッカ。ね。ああ。やっぱりさ。全国配送可能で、なおかつ2500円以上で送料無料っていうのが格安ならではですね。2500円ですからね。まあ割とそんなでもない。ね。結構安いですよ。2500円以上買えば。ね。重いものとかさ、あの4リットルのさ、焼酎とかさ、届けてくれるわけですから。家までね。ありがたいでしょ。それは。俺もこれでめっちゃ買いましたからね。2500円以上。結構ほら、種類が豊富だからさ、本当に何でもあるんだよ、このサイト。何でもっていうほどでもないけど。まあ割と何でもあるんだな。だから、格安で、カタカナで格安でググると出てきますからね。ぜひおすすめです。酒好きな方。まあおすすめですって言ってるけど、少なくとも楽天はクソだからな。送料400円とか取るでしょ。1本でですよ。だから何本買ったら送料無料とかないんですよ、楽天とか。ね。だから、それで楽天で買う気がないよな。なんでお前ら楽天で買ってんのっていうレベルなんですよ。ここで探せばもうほぼ何でもあるから、本当にウイスキーから、何から、結構ほら、高いやつとかまで、何でもあるからね。なんでお前らそこでわざわざ楽天とかで買ってんのかなって。2500円ですからね。まあ大体ほら、ね、2本ぐらい酒買えばもう、ね、2500円以上いくでしょ。ね、大体。だから絶対こっちの方がいいと思います。俺は。ね、まあ、わりかし安いし。まあ、もう、わりかし、まあ、普通に、境で買う値段ぐらいですからね。全くもって、
問題ない。うまいね。やっぱり。でも寒くなってきたからね、あんまりね、氷入れてカクテルとか。あんまり飲みたくはないんですけど。まあでもね。まあ飲みたいと、今日はまだいいかな。そんな寒くないし。まあでも夜中になると結構寒くなりますからね。本当にね。寒くなりますから皆さん。でもほら寒い時でも風呂上がりとかさ、やっぱ冷たいもの飲みたくなったり、喉乾いたりするでしょ。喉乾いた時に芋焼酎とかちょっとなーってなるでしょ。ね。やっぱ、ね、そうなると思うんで。ね、やっぱり、喉乾いた時に、ウイスキーストレートで飲んだりとか、ね、芋焼酎のお湯割りとか熱燗とかさ、飲みたくないでしょ。ね。ということで、シャルロッカ。久々の五つ星。じゃらじゃん。五つ星来た。来たこれ。これめっちゃうまいよ。ぜひ。ね、皆さん、シャルロッカ。ね、飲んでみてください。簡単です。100% のアップルジュース、100円のやつでもね、全然美味しい。美味しく飲めちゃうんで。ね。ぜひ飲んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。